い、皆さんこんにちは、 AK です。今回の動画見ていただき誠にありがとうございます。以前からですね、私疑問に思っていることがあるんです。それはですね、ブルース・リーのモノマネ、ブルース・リーのモノマネの定番といいますとですね、しょこたんもよくやってますが、この鼻ちょんですね、この鼻ちょんっていうのはですね、実際ブルース・リーっていうのはね、そんなにしてないんですよ。怒りの鉄拳とドラゴンの道、それもね、数回です。そのたった数回のね、鼻ちょんがね、もうブルース・リーの代名詞のようになってますね。これがどこから来たんでしょうかね。わかる方いらっしゃいますかね。私が思うにですね、竹中直人さんのね、モノマネを見るとわかるんですが、燃えよドラゴンオンリーなんですよ。燃えよドラゴン以外のモノマネをしているところは見たことがほぼないです。格好も燃えよドラゴンです。燃えよドラゴンには鼻ちょんするシーンはないので、鼻ちょん真似しません。ブルース・リーのモノマネといえば定番の燃えよドラゴンのこのシーンは多分ここだと思うんですが、ここからみんな真似しているんだと思います。それとかね、戦い方なんかは小原戦のこのようなステップなんかを真似しているんではないでしょうか。それがですね、鼻ちょんが定番のようにみんな真似するんですが、私が思うにですね、ちょうどですね、ブルース・リーブーム頂点に差し掛かるぐらいにですね、テレビではですね、結構怒りの鉄拳のペトロフ戦がよく流れていたと思うんです。で、そこでですね、半身に構えてですね、こうこれですね、こういう形からファイティングスタイルを真似した人が多いのではないかと思うんですよ。ここの印象が多分強かったんじゃないかと思います。ブルース・リーのモノマネで言えばね、コロッケさんのね、ブルース・リーの会長音の録音風景という夜間を持ってあちゃっていう芸がありますよね。あれ今でもこう YouTube で見ることができますけど、コロッケさんタイミングを狂わすことがあるみたいで困ってますね。多分ね、テレビ局側がレコードを選んで音源を出しているためにですね、コロッケさん普段はですね、シングルのレコードで練習しているはずなのですが、それがですね、 LP 版の怒りの鉄拳のテーマを流されるとですね、会長のタイミングが若干違うんですね。それでですね、今見るとですね、大丈夫かなと言っているシーンがあるんですね。それ多分ね、 LP 版とシングル版の会長のタイミングが違うので、それで大丈夫かなと言ってるんだと思います。まあ順番はね、全く一緒なんで、頭の部分さえ合わせていれば合うんですけど、やっぱりね、シングルで練習してると思うんでね、だんだかだんだんだん、あちゃーなのに、だんだかだんだんだん、ワンテンポ置いてあちゃーが来るからね、違うんですよ。そういうのをね、ちょっと最近 YouTube で見てですね、感じたのですが、ではですね、なぜブルース・リーモノマネでみんな鼻ちょんするのか。これがですね、多分モノマネする人を見て定番になったんじゃないかと思います。現にですね、パチモンブルース・リー、さらにドラゴンブルース・リー物語のジェイソン・スコット・リーさえも鼻ちょんしてますからね。実際ね、ブルース・リーっていうのはね、鼻ちょんよりもですね、指を舐める、危機一髪では血のついた指を舐める、燃えよドラゴンでも血のついた指を舐める、そして死亡遊戯ではですね、もっちゃんがこう紙幣を数えるときに舐めるような感じでですね、指を舐めるんですね。そこに鼻ちょんはないんですね。それらを考えるとですね、多分みんなが思ってるイメージでですね、鼻ちょんをすることによってブルース・リーっていうイメージを作ってしまったんではないかと私は思います。まあ子役の時代にですね、これをやってるところはあったから、そのせいもあるのかもしれませんけど、鼻ちょんするブルース・リーのイメージというのはですね、やはりモノマネの方から浸透してしまったんではないかと私は思います。皆さんはいかがでしょうか。そのことに関してですね、詳しく知っておられる方がいらっしゃいましたら、ぜひとも教えていただきたいです。偽物ブルース・リーは特にやってます。チョコタンは毎回やってますけどね。確かにね、やってないことはないんですけどね、そんなに頻繁にしているわけではなくですね、ブルース・リーといえば鼻ちょんという感じではないように私は思います。今回はですね、私が以前から疑問に思っていることを提案させていただきました。皆様からの貴重なご意見お待ちしております。
では今回の動画はここまでです。また次回の動画でお会いしましょう。